メロイツ、石川県、ラジオネーム、餅の食べ方は、安倍川餅に限る、うん、おぎやはぎさん、こうむてさん、こんばんは。昼顔のホームページの掲示板には、うん、不倫してますっていう熟女の書き込みと、不倫なんて許せないっていう若い女性の書き込みとで、ちょっとしたカオス状態になってますよ。うん、これだけどさ、うん、22%、まあ、5人に1人とか、4人に1人ぐらいかもしれないね。うん、そうね。うん、それで、昼顔妻だったと、なんつったって、上戸彩と、吉瀬美智子だから。いい二人だよ、ね。こんなもん、それはすごいよって言うけど、俺の持論だよ。うん、俺結構美人が多いと思うよ。不倫？不倫してる人って。なんでかって聞いて。なんでか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 って言うと、うん、あれさ、どんな美人でもさ、うん、やっぱりさ、ほらよく美人は3日で飽きるって昔から言われてるけど、まあねはいはい、やっぱセックスレスになっていくじゃない。うん、なるね。が多いでしょ、うん、そうすると、美人な人ほどセックスレスになっていった時に、すごい、うん、今まですげえ違うやされて生きてきてるから、うん、そう、なんで私は全然もうなんか旦那抱いてくれないけど、モテる、美人ですねって言われるから、うん、だから、やっぱり、それはそうだね。火つきそうじゃない？火つくだろうね。だから俺は意外に美人の多いんじゃないかなって俺の持論があるんだよね。おお。一回見たことないよ、不倫してる人妻を。確か見たことないんだよな。いや、てか聞いたことがないし、自分がそういうことしたことないけど、俺は美人の多いんじゃないかと思うんだよね、実は。まあそうだよな。だって、チヤホヤされてきた人生だよ。それがセックスレスなんだよ。それはやね、悲しいね。で、どんな美人だってセックスレスになるからね。なるなる。うん。なりますよ。で、いつでもやっぱ女でいたいしね。そう。うん。だから俺はね、意外にリアルじゃないかと思うな、うん、上戸彩、吉瀬美智子クラスが。あー、なるほどね。うん。いい人選なんだね、あれがちょっと、じゃあリアルな。そうだと思うよ。あー。うん。実際問題。あー、不倫ね。不倫は。そう、確かそうだな。うん。うん。じゃあちょっと聞きたいよね、今日。